はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴ありがとうございます。通常バージョンです。時刻は9時前、現在北京オリンピック、女子ジャンプのノーマルヒル、の競技1本目が終わりました。日本の高梨さんは、第5位ということで、これから2本目に移っていこうかという状況なんですが、さあどうでしょうか。各いう大前も実はフォックススポーツがあった時代に、懐かしいですね、フォックスね。フォックスで結構仕事を頂戴したんだけども、あの時は僕はノルディックスキーの、コンバインド複合の中継をやらせてもらったんで、ジャンプもやってたんでね、複合は、ジャンプと距離なんでね、あの時にちょうど今回の選手団の旗手を務めた渡部暁斗君がさあこれからっていう感じの時だった。2014年のオリンピック前の中継やってましたね。懐かしいなと思いながら、そう、僕も冬のウィンタースポーツの実況していた時期もあったんですよ。懐かしく思っております。でちょうどあの時に後にオリンピックに、複合の実況をしに行くテレビ東京のアナウンサーの方が、僕が喋ってるところをフォックスに、見に来られていたこともありましたね。そんな思いで見てますが、あの時はちょうどまだ2014年だったから、宮古島のさ、キャンプの時で、宮古島のなんかこう居酒屋さんでオリンピック見てましたもんね。頑張れ渡部って感じで。懐かしい、もう8年くらい前になるのね。この8年目なんだよ、この宮崎キャンプに移ってから。2015年からのキャンプですからね。さて、野球バージョンは先ほど、今日の、練習についての、リポート、10分間で分かるオリックスキャンプということでお送りしたんですが、通常バージョンのカズチューブです。これもたまにやっとかないとね。ラトンさんです。久々やっと追いつきました。ラトンさんはオフの間カズチューブを見ていなかった。で今になって慌てて全部見返してくれている。ありがとうね。ためずにこれから見てね。オフは毎日4本なのでちょっと見られない日があると、見ても見ても全く追いつきませんでしたが、キャンプインから2本に減ったのですぐ追いつけました。そうでしょう、よかったね。毎日ちゃんと見てね。月曜日から半年間も札幌へ出張。これ短期の単身赴任みたいなもんね。半年間の出張よ。楽しまなきゃやってられませんは大いに共感いたします。ちなみに僕の半年出張の荷物は大前さんの1ヶ月出張の荷物よりも圧倒的に少ないです、笑い、ということで。なんでこう少なくなるんだろうな。この前も荷物頼んで届いたんだけども、食べ物、グラノーラ糖質 60% オフ これ丸ごと大豆味と、あとチョコナッツ味2種類あるんだけども、6袋ずつ買いました。これで今月持つかなと思ってはいるんですがね。はい、持たせます。ということで、どんどん荷物は増えていく、なかなか減らないんだよね。で夜はね、今鍋、今日鍋のさ、ツイッターの方に動画を上げたの、グツグツという感じの、臨場感あったでしょもしまだの方は見てください。鍋もね、これだけ続くとそろそろ飽きてくるんじゃないかと周りの声もあるんですけども、でもお出汁の味が違うし、具材もちょっとずつ変えていくとね、魚介であったりお肉であったり、今日はホタテだったんだけども、ちょっとずつ変えていくと楽しめますよ。で野菜いっぱい食べられるっていうね、僕今野菜取んなきゃいけないんでちょうどいいんだよね。というわけで、で朝は、ホテルのブレックファースト朝食で、サラダと、納豆、ちっちゃなカップ納豆一つと、あと卵焼き、厚焼きをほんの一切れ、が僕の朝ごはんです。で昼は本番があるんで食べられませんから、で夜と基本2食なんですよね。途中ちょっと昼間なんかこう、体に大丈夫なものをちょっとこうつまむんだけども、その程度ですね。
はい、まあでもなんとかね、宮崎に来て、今までは毎年宮崎に来て太って帰っていたんで、今年は何としてもそれは避けて、おかないと、キープしないといけないということもありますんでね、頑張ってやっておりますよ。まあでも鍋のね動画って結構ねみんな見てくれててね、ごま入れると本当美味しいんだよね、鍋にね香ばしくなるし、ということです。まあ、いくつかその鍋の動画に対してもコメントを頂戴しておりまして、ヤマッチョさんは、グツグツ聞こえる音が食欲を駆り立てます。そう、キャンプが終わる頃にはレシピ本が出せそうですね。まあでも鍋の素って今簡単にねインスタントでありますから、あれが結構美味しかったりするのよね、ということですね。昇魂強きオリックス愛さんは、こんばんはお前さん、寒いから鍋で温まるのがいいですね、美味しそうです。美味しいよ。白鷺さんも、今日お前さんに影響されて鍋でしたね。何人かそういう方いらっしゃるんだよね、ということでありがとうございました。それから坂井戸さんはね、クライマックス優勝記念グッズが届きましたと、おいうことで、あ、今届きましたか、ありがとうございます、お買い上げ。これでリーグ優勝記念グッズと合わせまして、オリックスのオンラインで注文したグッズが全て手に入りました。改めて本当に優勝したんだなと思う、感慨深いということなんですが、随分時間経ちましたけどもね、お待たせいたしました。あとまあ何人かね頂戴してるんだよ。美貌録さんも今日鍋だったのかな。うちも今宵はタラとしいたけとしめじの鍋にしました。いいですね。タラの骨が上顎に突き刺さって家内に文句を言いましたな。年して魚の骨が刺さったくらいで、そんな言うてくんのあんたぐらいやと言われました。その通りやと思いました。私もその通りやと思います。ありがとうございます。ね、こんな寒い日は鍋がいいんだよね。明日は何鍋にしようかっていうふうに考えておりますが、白鷺さんは、私も名古屋時代糖質制限の時に、糖質制限されてたんだね。気分さんの糖質ゼロ、麺鍋の締め、糖質ゼロ麺鍋の締めに入れて食べておりましたということ。すいません、句読点がないんで読みにくい。はい、ありがとうございました。そうか、白鷺さんも糖質制限されていたんだね。僕はまあ糖質制限っていう感じじゃないんだけど、まあ、自主的に僕は体重を落としたいというね、ことがあったのでね、頑張っております。ここまで来たらさ、もうちょっともう太るの嫌だからねと思ってしまいまして、これをキープなんとかしていこうというふうに思っております。ドリームスカムトゥルーさん、いつもありがとうございます。通常バージョン、これ昨日の通常バージョンのことかな。久しぶりで楽しかったです。なかなか自由の利かない日々ですが、うまく気分転換できますように。そうだね、そこが一番だね。ツイッターの猫ちゃんのんびりしていましたね、ほんとほんと。で今日ね夕方通ったのよ、買い出しの時に、高橋プロデューサーと。じゃあね、あの猫ちゃんいたよ。まあ、あの辺で飼われてるんだろうね。可愛らしい猫でした。というわけで、まあ、時々こうやって時々ってこうやってどうでしょうか、通常バージョンもやりますんで、皆さん、気を抜かずに、頑張ってついてきてくだされば、本当にありがたいなと思うわけであります。というわけでちょっと今から他球団の今日の動向のチェックをしながら、明日に備えて休もうかなと思います。もう早寝早起きよ。もう6時半に毎日起きる日々ですからね。でもう11時には寝るな。でも7時間半眠れるしね、結構深い眠りで大丈夫なんで、頑張っております。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。まあ、こうやって時折皆さんのメッセージを頂戴しますと、紹介することもありますんで、また気を抜かずに、カズチューブの方フォローよろしくお願いします。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。また明日ね、風邪お召しにならないように、今風邪ひくとちょっとややこしいんでね。